っと外どんぐらい寒いのかちょっと出てみようと思います。さっき気温見たんですけど変わらずマイナス19度でした。これから行くジムはアパート内にあるジムなんで、まあ、200、300メートルぐらいで着くんですけど、その距離でもこんだけ厚着しないといけないんで、それがちょっとめんどくさいです。それがめんどくさくてつい一昨日とかに行ったジムはもう半袖半ズボンでダッシュでジムまで向かって、超寒かったんですけど、今日はちょっとさすがにダウン着てこれからジム向かいます。でもニューヨーク住んでた時にマイナス1度ぐらいの天気の日あったんですけど、その時に半袖半ズボンで車洗車してるアメリカ人がいたんで、意外と普通なんかなとか思ったりするんですけど、結構積もってる。うわぁ寒っ、そう風がやばい、寒すぎる。走ろう。こっちにちょっとバスケットコートがあったりして、でジムは全然大きくないんですけど、ここがジムになります。とりあえず今お昼食べたんですけど、今からちょっと自分が日本から持ってきたものとか紹介しようかなと思って、だしの素だったりそういう日本の調味料は結構持ってくる感じにしてます。やっぱこっちで買うと結構高いんで、荷物にならないこういう軽い調味料とかは結構持ってくるようにしてます。コンソメだったり、これは昆布、これ海苔で、お好み焼きソースを去年サポーターの方にいただいて、まだ開けてなかったのこれ持ってきました。でこういう生姜とか鶏ガラスープ、ホリッシミル、でこのスパイス3つはなんかこれを混ぜるとなんかカレーができるらしくて、おかんが持ってかんかって言って持ってきました。でお米は、まあ、こっちで買ったんですけど、これもっとアジアンスーパーとか行ったらもっと大きく買えたりするんですけど、まあ、普通のスーパーだとこういうちっちゃいのしか売ってなくて、これで、まあ、約、まあ、2キロちょいで7ドル、700円ちょいぐらいしました。で炊飯器とかはちゃんとアメリカにもあって、で、まあ、これ、40ドルぐらいでこっちで購入したんですけど、まあ、4000円ぐらいでも、こんぐらいの炊飯器買えるんで、これでいつも米炊いてます。で味噌はタッパに移して持ってきて、あとは醤油でカレー去年、リュックに持ってって入国審査したら、取り上げられました、ね、全部4箱ぐらいリュックに入れて持ってってたんですけど、全部取り上げられて、で今年はちゃんとスーツケースに入れて持ってったんで無事持ってこれました。サバ缶だったり
これは鰹節、まあ味噌汁、そうめん、あとお好み焼きの粉持ってきて、これ去年もお好み焼きルームメイトに作ってあげたりしたんですけど、まあ美味しいって言ってたので今年もなんか機会あれば作ってあげようかなと思います。まあこんな感じで日本から持ってこれるものは少し持ってきてるっていう感じです。